きチャンネル。おちょ。さあ金曜日ねということで今日総チェックのお時間なんですけども、その時はですねこのゴールデンウィーク、2345家族サービスということでですね休暇をいただいておりまして、総チェック、してませんね。さすがに1年間休みないとなかなかきついっていうところと子供がね小学校なんでそう曜日ごとの休みしか取れないっていうところで、今回ゴールデンウィークはきっちり休ませてもらいましてですね、試合全く見てませんけどもそういったところもねいいですよねということでですね5日の試合が終わってこのね、ダイジェスト版でどんな試合展開だったのかさっき見てませんけどもそれを振り返っていきたいと思います。ということでこちら秘書地からお送りしました。この後家に戻った後にですねちょっと、試合経過を見てですねどういう展開なのか見ていきたいと思います。もしか飛んでるね。ということで皆さんゴールデンウィークまだね最終ね金土日ありますけど皆さん楽しんでください。ということでこちらからは佐々木がお送りしました。こんな感じでございますね。いい感じです。結構涼しいですしね。緑の中歩いていくね。視聴者の皆さんどんな絵を見せられているのかおいおいおいと思うかもしれませんけども、試合をねこの後振り返っていきましょう。それでは残り少ない時間を過ごしたいと思います。はい、ということで自宅に帰ってきました。ゴールデンウィークということでですね、運転時間3時間休憩1時間計4時間かかって帰ってきました。でもお昼前に出たんですけどね、だからまあ夕方には着いてたんですけどね、結構まあでも混んでたけどスムーズに車は走ってたんでそんなストレスなく、無事に、帰ってこれました。ということで佐々木の休日終わりです。2から5で終了。まあ2も仕事したから夕方から行ったんでね。ということでまあ3、4、5お休みで、終わりました。ということでね自宅に帰ってきて明日はですねロッテ対ソフトバンク戦の、解説を佐々木行きますので、まあということでね今日まあこのね、休暇中、テレビですね一切見てません。普通のテレビすら見てません。毎日朝6時に起きて、朝食を食べ、のんびり一日を過ごしてっていうね、で早めに寝るっていうこういう、超健康体な休日を送っていましたが、テレビ、朝から夜までほぼ見てません。ということで、試合よくわかんないですけどね。まあ仕方ない。休みだからね。まあその中でね、まあ試合振り返っていきましょうね。まあ、DNA が、DNA 対中日、2勝1敗で DNA の勝ち越し。で、阪神対ヤクルト、2勝1敗でヤクルトの勝ち越し。今日大西はね、敬遠、申告敬遠してからの押し出しは最悪です。ね。だから、この満塁策もなんか賛否あるよね。でも満塁策したいよね、ベンチとしては。まさか、ね、最後あんな好投で、さよなら押し出しになると思わないもんね。で、広島対巨人、2勝1敗で、広島の勝ち越しということで、赤星ね。まあでも何回もあるんですけど、このゴールデンウィークぐらいが一番疲れてくる頃なんだよ。そういったところで言うとね、まあここを乗り越えれるかどうかが勝負。このね、ゴールデンウィーク乗り切ったらね、結構体が楽になってきて、しかも交流戦入ると、もっと今しかも交流戦ね、かなり、連戦、昔みたいに36試合、6連戦ずっと続くわけじゃないから、もう超楽になるから、このね、5月、ね、こうゴールデンウィーク過ぎたら楽になるから、ここね、ほんと、勝負どころです。ね。アンダーソン、よかったらしいじゃん。見てないけどね。1安打らしいよ。大城でヒットだけ。さっき、報道ステーションのニュースで見ましたけど、いいピッチャー、みたい。ちゃんと見たいね。だから来週の登板お待ちしてます。ね。で、パリーグは、日本ハム対楽天は、楽天が3連勝。楽天球団新記録の引き分けを挟んで7連勝。グッチ。ナイス。で、西武対ロッテは2勝1敗で西武の勝ち越し。ヨザ、ね。勝ったじゃん。アンダースローの打ち方俺教えてんだけどね。すごい簡単に打てんだけどね。で、ソフトバンク対オリックス。ソフトバンクとオリックスはソフトバンクの
3連勝。ここに来てオリックス山本を打たれる。まあそれはね、打たれたことがニュースになるって逆にすごいよ。高騰がね、ニュースになるのは、まあまあまあ、高騰ニュースになるのも難しいんだけどね。でも、打たれてニュースになるっていうのは、本当にね、すごい。ね。というところで、まあ、オリックスもね、ここから正念場になってきましたけども、まあ、こっからね、まあ、試合はちょっと振り返れないんで、ここまでのね、順位、ちょっとおさらいしておきましょう。セリーグはね、巨人、ヤクルト、広島、中日、DeNA、阪神。だけどもよ、これね、よく見るとゲーム差が、ヤクルト 1.5 ゲーム差、広島がゲーム差なし、で、中日が3位に2ゲーム差、で、DeNA が3位に4ゲーム差。で、阪神が3位に 7.5 ゲーム差。で、首位まで9ゲーム差。あ、まだまだいけるね。よくよく考えると。踏ん張ってるね。やっぱ 10ゲーム差以内に入ってると、全然交流戦で、交流戦はね、ほんとうまくいけば8ゲームぐらいひっくり返せるから、そういった意味では、何気にまだいい感じでいけるね。あと、やっぱ巨人がね、今年1位にいるんだけど、ちょっと不安なところが、今エラー25個というところでね、いつもエラーめちゃくちゃ少ないのに25個もしてるっていうところがちょっと心配だね。で逆にね、阪神が14個で中日と並んでね、一番少ないっていうところではね、いい形でできてますね。しかも防御率も 3.31 だから阪神少なくなってきてるし、チーム打率も2割3分2厘、まあ5位だけど、まあまあ上がってきてるから、得点がね、103点ってちょっと少なすぎるから、ここのね、打線の、噛み合わせ、ができれば失点も119とそんなセリーグの中でめちゃくちゃ多いわけじゃないから、巨人なんて146得点だけど137失点で点も取るけど失点も多いみたいなね、かなり大波小波の試合展開だけども、そういった面では何気にセリーグはこれまだわからんな。阪神ちょっと最初にダメージ食らったけど、うまく乗り切っていければわかんないね、正直まだね。だから阪神はね、やっぱりカード勝ち越していかなきゃいけない。これヤクルトに小川、石川で0点0点はちょっときつかったね。でも小川も復活してきて、まっすぐの力強さあったらしいね。あ、見てないからね、ネットニュースで見ました。またね、しっかりチェックしていきたいと思います。じゃあ続いてパーリーグ。パーリーグは楽天、ソフトバンク、西武、オリックス、ロッテ、日本ハムというところで、楽天が4ゲーム差で1位、2位ソフトバンクにね、で3位が、西武が2位に3ゲーム差、1位に7ゲーム差。で、オリックスが A クラスに 1.5 ゲーム差。で、ロッテが A クラスまで 2.5 ゲーム差。で、日本ハムが A クラスまで、6ゲーム差っていうところで、日本ハムは首位に7、8.5、9.5、13ゲーム差。これはきついね。なんかネットニュースに載ってたけど、もうそろそろ自力優勝が消滅するっていう、ちょっと早すぎるね。そういった意味では、ちょっと、もう育成なのかな、もう。まあ、優勝目指してないんだもんね。そこら辺はもうほんとよくわかんない。でも、楽天はね、エラー4つしかしてないからね。めちゃくちゃ少ない。その中で、まあ、ロッテが20とエラーが多いのが気になるね。まあ、西武が22個というところと。あと、ロッテはね、防御率 2.17 と、先発、ピッチャー陣頑張っているけど、打率が2割1分2厘。オリックスの2割7分厘もひどいけど、ちょっと少なすぎるね。しかも得点がオリックスとロッテ81点と89点、全然点取ってなさすぎ。いやーね、日本はもう31本ホームラン打ってる割に得点が104って伸びてないところが、まあ打線のつながりがないのとソロが多いのかなっていうね。あと近藤がね、怪我したのはちょっと痛いかなっていうね、ところはあります。あとエンドラン空振りね、痛かったね、ああいうのはね。で、得点力で言えばやっぱりね、ソフトバンクは125点と、点も多いけど、失点も105とね、多いんだよね。そういった意味では、失点74と、楽天のね、この少なさは、かなり際立つなっていうところで、ちょっとパリーグは、ね、1位に、もう4ゲーム離れてるけども、ちょっとどんどん離れていってるから、ここ、踏ん張っていかないと、次のカードがかなり重要に、なってくるけども、まあ、次のカードはね、楽天対オリックス、田島、滝中っていうところでね、じゃあ恒例の最後は、あれ言っておきましょう。長くね、話せることもないんだよ。見てないからね。でも、明日からのね、6、7、8、しっかりね、チェックして、月曜日、待ちきますから、ね。皆さんもね、休むときは休む。いいことですよ。それでは、申し送り事項、行きましょう。パリーグからね、6日、だから、今日から西武対日本ハムということでね、まあ、西武、
日本ハムの皆さん、西武は岡原くホームランを打っちゃって乗ってきてますよ。あと山川にね打たれたら終わりですから、そこら辺は本当にね気をつけていきましょう。あと敬遠しても岡原くいて打たれたら終わりですよ。そういった意味では山川の前にランナーしっかり出さないで打たれてもソロ、これがね鉄則ですね。西武の皆さん、ランナー三塁からエンドランとかしてきますよ。まあでもね、空振りしたみたいですけど、何やってくるか分かんないんでね、そこら辺は気をつけてね、いろんなことをかわしていきましょうね。今度いないんでね、ホームランだけは気をつけて、ソロなら OK。 続いてロッテ対ソフトバンクね。ソフトバンクの皆さん、佐々木朗希金曜日ね花金に来ますね。どうなるのかね、中10日開けてますからね、どんなピッチングになるのか。あとね、ソフトバンクの皆さん朗報です。ロッテレアードマーティンが打たなかったらもう全然です。打たないんで最初失点ずついければ、フォアボールさえ出せなかったら乗り越えてますよ。ロッテの皆さん、ここでソフトバンク叩くとかなきゃもう A クラスとどんどん離れちゃいますよ。この初戦ね、佐々木朗希で勝って石川小島が投げるんだね、この三本柱がいって勝ち越せないのは厳しいんでね。でも柳町が結構打ってるよね。柳町、上林ね、あのここら辺の左バッター中村晃、気をつけなさい。特に左ね、佐々木朗希ね、あなたの右腕にかかってますよ。さあ続いてオリックス対楽天。オリックス皆さん、楽天そろそろ止めないと、今連勝中ですけどゲーン行っちゃいますよね。ここで踏ん張ればね、オリックスも一気に A クラスいけるんで、初戦のね竹中にビシッと勝っていきましょうね。何気に丸モレホスね、ここ一の場面で打ったりする恐れあるんでね、しっかり気をつけていきましょう。あとスクイーズありますよ、気をつけて、小さいことにね。あとエラーしないんでね、しっかりそこら辺は守り活躍してください。楽天の皆さん、勢い乗っていきましょう。オリックス全然打てないです。チーム打率すごい低いですよ。ピッチャーは思い切っていって、バッターは思い切って振るね。これで連勝伸ばしていきましょう。はい、さあ続いて、セリーグ、巨人対ヤクルト。ヤクルトの皆さん、巨人エラーが多いですし、今ね坂本が怪我して異例ですから、そういった面ではね全力疾走怠らないで行きましょう。あとね、堀田今日来ますけども、新人ここ一番疲れてくる頃なんで、パンパンとね初戦取っていきましょう、ね、巨人の皆さん、ここ場所ですよ。体張って止めていきましょう。主力がいないってことはね、チャンスがあるんですよ。疲労か、ここが勝負ですよ。あと堀田君いいピッチングしてるんで、自信持っていきましょう。原シュートスライダーですよ。でも結構シュート意識してたらそっちが来ないんでね、そこら辺見極め、反対方向打つか引っ張っていくか、気をつけて頑張っていきましょうね。ここ踏ん張りどころですよ。中日対阪神。阪神の皆さん、いい、さっきね順位のやつとか見たけど、まだまだいけるね。9ゲーム差、ここバチッとねドラゴンズ倒していきましょう。先発は青柳でしょ、ここ勝てますよね。その代わり早めの援護お願いしますね。そういった意味ではまだ9ゲーム差全然いける、ね、だから最低でもこのカード勝ち越して、この1週間をね勝ち越していかなきゃいけないんで、いきましょう。タイガギャン、ね、ドラゴンズの皆さんね、青柳に勝てればいけますから。オード、もう青柳は簡単なんですよ。アンダースローと一緒ですよ。ツーシームシンカー狙うか、スライダー狙うか、どっちかなんですよ。それをねこの線引いて見極めしてれば、アンダースローと一緒の対策でいけますから、そこでパパーンと打っていければいけますよ。ここでねタイガースを叩いて上にグッて一気に上がっていきましょうね。さあ続いて広島対 DeNA ね。カープの皆さんね、アンダーソンも来ていい感じじゃないですか。リーフがね踏ん張っていければいきますよ。グッとね上がって、開幕投手の勢いになって全力疾走、守備頑張って1点防いで1点を取る、この野球をね今年1年間続けていきましょう。 DeNA の皆さん、中日にいい感じで打ち勝ってね、マーキーがねいい感じで来てますしね、点がね取れてるんで、もうね先発ピッチャーがしっかり抑えていければ勝っていけるんでね、今永ね復帰、ここ大皿に投げ勝っていければね、勢いついてドーンといったら A クラスいきますから、自力ありますよ。そういった面ではね、だって戸柱、宮本、倉本までホームラン打ってんすからね。昨日そういった意味ではね、ピッチャー先発特に頑張って
早め早め仕掛けていって、ね、先発投手最低限、ね、6回2失点でいこう、ね、今永これがドラマです。初戦勝ったらトントントンいきますよ。さあということでね、佐々木いきますよ、ね、金曜日ね日テレニュース24で解説して、土曜日はですね日本放送の、ショーアップナイター、俺は知らなかったんだけどもネットで知ったんだけども、あのサッカーの中澤さんとやるらしいんだよね。俺何も聞かされてなかった、ネットで知ったっていう衝撃の事実です。だから背番号22同時のトークぜひ5時30分から7時までかな聞いてください。でその後ね、テレ東スポーツ YouTube の方で、9時からですね、まあ、約2時間ぐらい、佐々木とお前の月刊プロ野球っていうね、こちらクイズ形式のですね番組の中で、こう YouTube ですよ、 YouTube のテレ東スポーツね、このクイズ形式がありまして、それクイズに正解するとですね、賞金当たりますんで、ぜひ皆さん参加してください。そしてですね、日曜日は日刊スポーツの評論でね、まだ書きますよ。あのね、批判的なこと、ちょっとね、異常なこと書いてもアンチとかじゃないんでね、何回も言いますけど、そんなどこも好きじゃないし、どこも嫌いじゃないです。あのアンチだからってそんな厳しいことを書くとか、そんなつまらないことしないんでね、皆さん、あの嫌なこと書かれてもアンチとかね、安易な発想するのはやめてください。一部の人にだけ言ってます。さあということでね、佐々木休養も明けましたんで、また明日からバリバリ仕事していきたいと思います。ということで皆さん、今回はね総チェックありませんでしたけども、引き続き佐々木チャンネルでお楽しみください。ということで、金土日週末ゴールデンウィークね最後ですから、皆さんねぜひ楽しんでいきましょう。それでは